ちろん我が長身ウコンエ大将オストルである。おい、本人が長身とは言うな。というか王女さんの配下じゃないだろう。オストル、あれをアンジュ、まさか世がどうかしたのか。まさかとは、まさかとは思いますが、姫殿下にならせられますか。うん、そうじゃが、世は帝の後継にしていずれ大和の統治者となるって言ってなかったか。一言も聞いておりませぬ。これまでの無礼、ヒラに御用じゃ。なんじゃそのようなことか。気にするな、そなたと世の中ではないか。はっ、もったいなきお言葉。それよりオストルが来たのじゃ。頼んだぞ、マスリオ。頼むとは。もちろん圧巻なふりをしてオストルと戦うことじゃ。それはオストルと。うむ、オス背後に配下がおりますが。うむ、これで五分五分といったと。ではお迎えも来たことですし、行きましょうか。な、何？退路は確保できています。思い人も来たのですか。おお、そうだな。それでは我らはこれでさらばだ。どこへ行く。まだオストルの相手をしておらぬぞ。何をそんなに慌てておるのじゃ。まあよいて、オストル。アンジュ姫殿下、よくぞ駆けつけてくれたオシタル。そなたこそ進化の誉れじゃ。どうしたのじゃ黙り込んで。それがしのためにアンジュ姫殿下の正常なご判断を鈍らしめ、このような事態を招いたこと。なんじゃ大げさじゃの。世はこうして無事でおるわ。いえ、かの者たちがいなければどのような状況になっていたか。すべてはそれがしが至らぬゆえの失態、尊き姫殿下をやすやすとさらわれたこの罪、万死に値しまする。何を言っておるの。かかる事態を招いたからにはそれがしは位を返上しお詫びいたす所存。待つのじゃ。それはならん。世が悪かった。もうこのようなことはせんから。そのようなことを言わんでほしいのじゃ。国の中心を世のいたずらごときで失っては、お父上に申し開きようもない。頼む。この通りじゃ。これからも世を補佐し助けてほしい。さすがに自分のしでかしたことの重大さを分かったか。だが暴走するのはともかく、きちんと頭を下げる度量は。姫殿下、どうか表をお上げいただき、それがしの不行き届きに雪辱の機会を授けて、このオシトル大和のため、これまでと変わらぬし。思いとどまってくれたか。オシトル、世はこれほど嬉しいことはないのじゃ。やれやれ、どうにか一安心か。そうそう、言い忘れておりました。あ、お前逃げたんじゃなかったのか。ええ、伝え忘れたことがありまして。姫殿下、保護者の方に心配かけるといけないと思い、ちゃんとそちらの方にも連絡しておきましたので、ご安心を。保護者。ええ、迎えにいらしたようです。Yeah!
どこへ行かれるつもりか。小生は止めましたね。このようなバカな真似は、これだけの騒ぎを起こしたけじめはつけなければなりません。いやじゃ、それだけは、それだけは。全体、耳を塞げ。なんだ、みんなして耳を塞い。や、やめるのじゃ、謝るのじゃ、世が悪かったのじゃ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。今日貴公らを呼び出した先日の姫殿下誘拐の一件、たとえ無事にお戻りになったとはいえ、よって大逆の都に裁きを下すとのこと。やっぱりこうなったか。あのままグズグズしてたらこっちもやばかったな。姫殿下もあやつらの無実を訴え大赦を与えんとしたが、聞き入れてもらえなかった。あれは狂言だったって、お芝居なんだって言えば、ちょっときついお叱りだけで済む気もするかな。神聖なる姫殿下は過ちなど犯さぬ。いや、A まで動かしたとなれば、すでに芝居で済む話ではない。姫殿下は確かに稼働化されたのだ。許しがたき大逆の党を討たぬなど。そっか、なんて融通が。でもこんな大事になって。ああ、今度ばかりは自室に閉じこもっておる。大逆罪となれば極刑は免れぬ。姫殿下自らの刑と人の命が奪われるのは答えぬはずがない。そっか、さすがに答えるか。ひどい話だと思いませんか。善意でしたことがこのようなことになるなんて。いつの間に。さて、最初か。よい、それがしが呼んだら、こたびの件には必要。まあ、大体お前あれが王女だって気づいてたろ。気づいてたならか。前にも言いましたでしょ、姉上の決定に水を差すような無粋な。だがその結果これだ。お前は姉を破滅させる気か。姉上を見くびってもらっては困ります。いや、だからやばいことになっ。しかし、その哀れな生贄の一人をここに呼び出したということは、黙って首を切られろというわけではないのでしょう。ここで白殿の出番というわけだ。ん、秘密裏に彼らを逃がしてもらいたい。ただし無理強いはせぬ。白殿が我が身が可愛い。無論非難もせぬ。いや、そもそもこのような汚れし理由はどうあれ、王女を誘拐した朝敵の逃亡露見すれば、貴公らもただでは済まぬ。もちろんそうなればそれがしはどうする。まあ、引き受けるとするか。いいのかな、こんなことバレたりしたら打ち首者だけど。いざ、事の原因はこっちにある気がするからな。ここで放置するのはさすがに寝覚めが悪い。
なかなか変わった方だとは思っていましたが。すまぬな。何？これはこっちが勝手に決めたこと。オシトルに頼まれなくたって。パクはなんだかんだ言って人がいいものね。しかしだな、クオンたちは何かな。いや、うん、でも今回はうまく逃がしてあげられたとしても、すぐに追手が差し向けられ、ずっと逃げ隠れすることになる。確かに今連中を逃がしてこの場をしのいだだけだ。しかしそれについてはすでに策を講じてある。今回の手配書だ。これは誰だこれ。姉上には見えませんね。その似顔絵を描いた管理はそれがしの手のものでな。それってオシトルが一番危ない橋を渡ってるんじゃないかな。よっ。しかし見つかりにくいだけでずっと追われ続けるんじゃないのか。国外逃亡でもしないとそっちも心休まる時が来ないだろう。僕はそれでも構いませんが、姉上はよしとはしないでしょうね。納得してくれりゃ多少は楽になるんだがな。しかし盗賊なんてやってるくせにやたらまっすぐな性格だ。だがそうなると追っ手のかからないところに逃げるって選択肢はない。となると逃げるんじゃなくて、根本的に幸い手配書はあまり似ていない、というか完全に別人なんだが、男にしか見えない女と言った方がいい。いやぶっちゃけこれは。なるほど。何か良い知恵。いい知恵ってわけじゃないんだけどな。ここはもういっそのこと身代わりを仕立ててみるか。ん、身代わりですか。いや女じゃない、男だ。男。しかしさすが、うん、本来だな。ロスリは誰が見たって女だ。しかしそれは、しかもこんな筋肉隆々な手配書が通用するくらいだ。だったら身代わりは男でもいい。いやこの際男の方が。なるほど。しかしもちろんだ。そんなのはごめん被る。同時期に都を騒がしていた連中がいただろう。確かモズの一党だったか。奴らか。ああまだ捕まってなかったはずだよな。本来なら投獄されているはずの連中だ。多少心は痛むが、その他もろもろ全部かぶってお縄についてもらう。人違いだといったところで滞在人の言葉には誰も耳を貸さないだろう。でまあこんな冗談みたいな話、そんなうまくいくわけないか。なるほど。恐ろしいことを考えつくお方だ。朝敵ともされるトガをまさか他のものにかぶせようとは。初めて邪気のない悪意というものを目の当たりにしましたが、本当に素晴らしい。うん、ちょっと引いちゃうくらいに。いやちょっと待て、本気で言ったわけじゃん。冷静に考えるといくらこの手配書が金に。あなたが僕たちの敵でなくて助かりましたよ。うん、おし、さすがにおしとりはこんな。その策乗らせてもらおうか。ちょ、さすがは白殿と言うべきか。それがし、そのような非常な策は思いつかなかった。いやだからいいのか。それでこんな手配書だけを。確かに連中は悪党であちこち荒らし回って人様に迷惑かけまくっちゃいるが。待って、そうだな、俺もノースリーのためだ。奴らにはかわいそうだな。では方針も決まりましたし、僕はひとまず戻って姉上にうまく言いつくろっておきましょう。こちらはモズ村を探しておくとしよう。